おはようございます。やばくない？この頭爆発してる。今日はめちゃくちゃ天気がいいでーす。しらはい、というわけで今日はしょうちゃんがやりたいことをたくさんやっていきたいと思います。しょうちゃん、あれ、しょうちゃん、今日はしょうちゃんのやりたいことをやります。イエーイ、イエーイ。はい、まず何したい？え、お前よくそれで出ようと思ったな、 YouTube。 着替えろ、シャワー浴びろよ。はい、消されるぞ動画すぐ。じゃあまず1個目のお願いっていうことでいいかしら。うん、というわけでちょっと小綺麗にしてきます。終了。はい、というわけでシャワーを浴びて準備をしてきました。イエイイエイ。しょうちゃん、準備できた？ OK。 じゃあまずしたいこと、せい。あ、何？いや、その元気だなって思って追いつけないっすよ。せ、はい。ご飯は？ご飯ね。お腹すいた？お腹は空いてるよ。じゃあ、うん、どうしようかな。何でもいいよ。もう今日は翔ちゃんのやりたいことをやるっていう。おごりですか？いいよ。え？いいよ。お誕生日だし。あ、そっか。まず、うん、ツイッターをアップしてもらっていい？え？ご飯じゃなかったの？あ、ご飯はさっき後なんだけど、ツイッターを。あ、俺がツイッターをアップすればいいの？うん、いいけど何をアップすればいいの？ちょっと、最近その、動画あげましたとかそういうなんか業務連絡が多すぎて。あー、そういうこと、ね、そう。どう？電気？間違った。天気だよ、天気。天気。天気。はい。これ電気。オッケー。じゃあそれお願いします。ツイートします。ベベッ。オッケー。はい、というわけでですね、はい、もうこれで2つ願いを叶えたよ。2つ？うん。ああ、そっかそっかそっか。1個目俺が小切れ。何個までとかあるの？それはわからん。え、やだそんな。それはわからん。とりあえず、うん、ご飯。ご飯何が食べたい？山屋とかどうですか？あ、山屋いいね。うん、あ、いいいいいい、山屋行こうか。うん。明太子が食べ放題の。うん。ランチ。うん。あるお店があるんだけど。うん。そこに行きましょう。イエス。新宿だ。新宿。ひょうにょ。新宿駅。しどうする？どうしようかな。まあちょっと別のとこ探そう。どうする？こまりんこ。もう一回やって。こまりんこ。見てるって。はず。いや、まさかの山屋が閉まってたんだよね。困ったな、どうしようかな。何が食べたい？もう決めて。定食が食べたい。ご飯大盛りで。ご飯大盛りでね。うん、おかわりができるとかを、はい、探そうぜ。どっち方面に行く？西口の方。西口の方か。じゃあちょっと行ってみよう。あるかな。結構歩いてる。結構歩いてるよ。気をつけてよ。うん。全然。どこも混んでる。うん。終了。はい、というわけでご飯を食べてきました。ん？お腹いっぱいになった？欲しい。5つです。すごい目気にしてる。はい、そしたらですね、翔ちゃんの、はいはい、まあ、3つ目のやりたいことは達成できたということで、うん、まあ、山々にはね行けなかったんですけれども、はい、じゃあ次やりたいことせい。次はどうしようねって言ってももう行きたいでしょ。予言でもね、なんか今日土曜日なのよ。うん、入り口見たらものすごい人がいたのよ。ちょっとそれにひよってはいる。もうちょっと時間を潰して、うん、あとなんか食べるとか食べるとか飲むとかね、それでもいいしね。翔ちゃんがやりたい。じゃあそれで。じゃあそれで。もっと他のものが食べたい。よし、じゃあそうしよう。はいはい、えー、
どういうことよ。急遽新宿御苑はダメだったんで、うん、新宿御苑の近くは新宿2丁目があります、うん、はい、新宿2丁目はゲイフレンドリーな街、うんうんうん、ここで少量チャンネルを知ってる人がいるのかっていうのをやってみようかと、うん、急に、うん、イン昼間ね、声かけられなかったらどうするの。そうね、人通りもまあでも土曜日だからさ、どうなんだろう。全然いないですよ。いないね。ちょっと見てみよう、うん、いないじゃん。こんな感じ。歩いてみよう。何往復？何往復？1往復。1往復じゃさ、少ない気もするけど。昼間はオフィス街なのかな、どっちかっていうとここら辺は。あ、オフィス街なんだ。うん。なんか後でコメントとかでくれるかな。え、いたんですか？そんなことないか。観光向けのさ、バーみたいなのもたくさんあったりするんでしょ。そうなんだね。うんうん、話によると、うんうんうん、そういうところに来る人もいるかもしれないよね。確かに楽しいだろうしね、うん、うん。どうする、反対向きにもう一回くらい行ってみる。もういいよ、人いないもん。夜やでよ。やっぱ夜の街なんだね。そう、失敗。失敗。じゃあこれで実際に声かけられたらめちゃくちゃクソ恥ずかしいから。まあまあまあ、うん、まあちょっと良かったって良かったかもしれない。じゃあ今度さ、またリベンジで夜来よう。うん、うん、終了で夜かーい。おーい。聞こえますかというわけで、はい、ですね、うん、ピザを食べに行きたいなっていうことで、うん、そうそうそう、その後、うん、さっきまで行ったところがだいたい1時半ぐらいで、うん、そのピザをやってるところが3時から、うん、なのでちょっと時間潰そうっていうことで、うん、カフェ、そうカフェでね、ちょっと休憩してたんだよね。休憩してて、うん、じゃあいざピザのとこ行こうって言ったらめっちゃ混んでて、うん、あ、もうこれは入れないって思って、うん、で家に戻ってきて、うん、今に至ると。でも今5時半とかでしょ。5時半、何してた？空白期間2時間半くらいでしょ。何してた？イチャコラしておりました。なんだぞ。というわけでまだしたいことは僕はいっぱいあります。はい、何でしょうか。お酒飲みたいな。あー、いいね、うん、お酒は飲みたい。あとケーキ食べたい。あ、ケーキね、うん、バースデーケーキを買ってこよう。そして家に帰ってきて一緒に食べよう。 OK。 うん、他はやりたいことは？マリオパーティー。マリオパーティーね。マリオパーティーね。マリオパーティー好きだもんね、うん、よし、そしたらやろうぜ。あ、イエーイ。そしたらとりあえず買い物行ってきまーす。はーい。あ、どうも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 。戻りまして。いや、戻りましたね。着替えちゃいまして。あ、ほんとだ。いつの間に。結局ね、家がいいってことが落ち着いたよ。もうどこ行ってもどこ行っても人が多いし、いや、ほんとどこ行っても落ち着かないし、満帆だし、結局、うん、お家がリソールです、はい、お家でさ、ゆっくり飲むのがいい、ね、うん、マリパしたいんだ、僕。あ、そうだそうだ、そうそう、うぃ、うわっ。おお、大丈夫大丈夫。泡がすごい。あ、いい匂いする。うん、へいへい、乾杯。こぐぞ。お酒ください。お酒ください。はしゃいでんね。翔ちゃん押してボタン。俺はいつもこれなんで。で、りょうはのこのこ、俺はちょろっと。なんかさ、似てるよね。そうそう、うちらに。もうりょうはそっくりで、のこのこに目してる。俺はこれなんだって。こんな目してる。あ、いいね、いいね。いやー、あー、いけるんじゃん、いけるんじゃん。あー、いけるんじゃない、いけるんじゃない。あー、やばいやばい、時間が足りない、時間が足りない。あー、終わったー。
うん。おケーキはどれだ？はいよ。あ、かわいい。ミルキーのやつ。かわいい、そうだね。ね。ちょうどいいです、僕は。うん、あんまちょっと正直、でかいケーキも好きなんだけどさ、正直あんまり、食べきれないもんね。何日か分けて食べてるからさ、うんうんうん、ちょうどいい量のやつね。そうだね、うん、これ俺初めて食べるかも、このミルキーのロールケーキ。おお、真っ白。これあ、真っ白なロールケーキなんだ ね。 いいですね。ちょっと待って待てない。ちょっと待てないよ。もう無理やり感あるけどね。ろうそくいる？なくてもいいけど、うん、どうせさせれないね。うん。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアショウちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ありがとう。危ない。なんかすっごいふわふわなんだよね。食べる？うん、食べて食べて。あれ？うん。どう？おいしい。おいしい？うん。ミルキーの味すんの？ミルキーの味？うん。ミルキーの味は、わかんない。わかんないかい。食べれる？うん。うん。うまおいしい。うん。おいしい。たくさん食べて。うん。これ食べさせてあげようか、しょっちゃん。うん。うん。おいしい。じゃあ、でかいってでかい。いけるいける。うまっ。はいはい、でかいよ。どう？うまっ。うまい。いや、これちょうどいい量だったね。そうだね。うん、まあ、あっという間に、あっちゅう間に食べてしまうよ。うん、ちょうどいいですね。うん、はい。じゃあ今日はどうだった？一日、翔ちゃんのやりたいことをやってみましたが、うん、伝わったかな。何が？動画撮れてたかな。ほとんど空白の時間が多くない？いや、ちょっと言わせてもらっていい？うん。翔ちゃんがね、そもそもね、うん、やりたいことがないのよ。あー、ない。そう。なんか夕方ぐらい美術館行きたいって言ってたんだけど。あ、そうね、美術館に行きたいって言ってたけど、なんかもう中野に戻ってる電車の中で、え、上野とか言ったら、うん、めんどくさい。めんどくさい。もう帰ろうってなって。もうちょっと YouTuber としてはそれはちょっと致命的かもしれないけど。まあ、でも時間的に多分、うん、美術館の時間がね。あ、そうね、うん、確かにもう夕方だったもんね、うん、でかい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 。うわー、うまー。ひょにょ。あ、うまー。食べれなかった。うまい。うまい。